皆さんこんにちは。本の旅の案内人久米沙織です。私はですね、今年でなんと61歳になります。年を言っても、なんてことはないんですけれども、子どもの頃というよりももっと小さい頃ですね、絵本を読んでもらった時代というのは、だからそういうわけで50年以上も前の昔になりますけれども、それでもまだですね、母に読んでもらった作品とか、幼稚園の時に先生に読んでいただいた作品とかはね、覚えているんですよ。タチノコタロウだったりとか、グリとグラだったりとか、あとは馬小屋にこう寝かされているイエス様の、お誕生の時の、絵本だったりとかですね、たくさんあります。ディズニーの101匹ワンちゃんを絵本にしたものだったりとか、本当にそのどんな光景 でその時にどんな食べ物が出てきて、どんな匂いがしたのかっていうのもなんとなく覚えているというのはすごいことだなと思います。今インターネットとか、それから、ビデオでこう何回も録画して見れる、そんな時代になりましたけども、そう思うと何にもない時代にもどこがこう記憶できてたのかなと思うぐらい、多分絵本の力って私たちが知る以上に大きな力があって、すごくミステリアスで、そして一人の人をこう成長させるのにとってもとっても大きな力が、ね、あるもんじゃないかななんて思います。その素敵な絵本のお話を今日はたくさん伺いたいと思います。はい、絵本の泉、今日はこの5本を書いてくださいました高原典子先生と一緒に本の旅に出かけたいと思います。はい、今日は絵本の泉の著者高原典子先生にスタジオの方にお越しいただいていますので、早速お話を伺っていきたいと思います。先生じゃなくていいですよというふうに言ってくださったので、高原さんというふうに、番組の中で呼ばせていただきたいと思います。どうも高原さん、はじめまして。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。共立女子大学家政学部生活美術学科を卒業し、お茶の水女子大学大学院家政学研究科児童学専攻修了、小田原女子短期大学の特任教授や秋草学園短期大学の教授として児童文化などを専門に教え、絵本の制作なども手掛けてこられた高原典子先生。幼稚園児や小学生向けのお話し会や保育所、学童保育などの保育者研修を通して絵本の魅力を伝えてこられました。今日の本の旅、絵本の泉は高原先生が思いやりの心を育む絵本、心のゆとりを育む絵本、家族の温かさを感じる絵本など8つのジャンルから名作の絵本40冊を紹介する1冊です。子供だけでなく大人の方にもおすすめの絵本が満載です。はい、まずこの絵本の泉 のこの5本の表紙なんですけども、すごくなんかこのゴージャスなというか、とても深い色合いで大人の絵本のようなとてもシックな表紙になっていますけども、この、表紙は絵本作家の有賀忍さんが、はい、描かれたということなんですけども、はい、有賀先生というのは東華西音という、はい、作品のこれは挿絵だという、はいはい、ことですけれども、本当は右側の方にも、もう一枚あって、はい、2枚で一層 の作品のようなんですね、はいはい、有賀さんこれは板絵として作られまして、はい、板を彫って彩色して、はい、作られてるんですね、はい、で有賀さんというとこんな子いるかなという、うん、お母さんと一緒 の、はい、番組の制作をされた方なんですけれども、はい、またそのこんな子いるかなとは雰囲気の違う、はい、深みのある作品で、はい、私もこの絵本の泉を出版していただくことが決まった時に、はい、ぜひ有賀さんにお願いしたいと思いまして、はい、お願いしました、はい、で有賀さんからもこの作品について、はい、メッセージをいただいていますので、はい、読ませていただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。有賀さんが東華西音についてメッセージを寄せてくださっています、はい、お母さんが読む絵本は子供を虜にします。大好きなお母さんの肉声に勝る安心感はありません。子供はお母さんと一緒にいたい、お母さんを独占していたい、そう思うものです。お母さんの優しい声が子供を一層
絵本の世界に引きつけます、読み聞かせをたくさんしていただきたいです、はい、というメッセージです。有賀先生ありがとうございました。それでこの、はい、ご本なんですけども、フォーレストブックスさんから、はい、出版されているということで、はい、まあ、キリスト教関係 の、 皆さんにも、またそうじゃない方々にも、はい、広く手に取っていただける作品だと思うんですけども、はい、まず出版に至られた経緯というのはどんな感じだったんでしょうか。命の言葉社の、はい、教会学校教案誌に、はい、成長という機関誌があるんですけれども、はい、そこに30作で 連載させていただきまして、はい、絵本についてご紹介するという、はい、約8年にわたったんですけれども、はい、それを書かせていただきまして、はい、最後が近づいた時に、はい、ちょうど出版部の方でも絵本についての、書籍を出したいというふうな企画がありまして、はいはい、まあ、それであったら連載の絵本の泉はどうかというふうに母体にして、うん、はい、作ってみたらというふうな、うん、お話でご依頼をいただきました。はい、そうですか。はい、8年間というとものすごく長い期間で、多分ご本をその読んでくださってた方も8年間ですごく、ファンの方も増えていったのではないかと思うんですけれども、じゃあ毎回迷子迷子、はい、一冊の本を取り上げて、はい、ご紹介またコメントをしてくださってたんですか。はい、そうですか。はい、私にとってもとても楽しみな、うん、連載をさせていただきました。はい、なるほど。はい、先生は長い間、はい、児童文化という、はい、学問を大学の方で、はい、教えていらっしゃったということで、はい、絵本がいかに、まあ、子どもたち の、はい、成長に、大切なものか、欠かすことができないものかということを、はい、長く語ってまた教えてこられたということなんですけども、まあ、いろいろお子さんの成長にとって必要なものがたくさんある中で、はい、私も実は自分の息子がもう大昔ですけども、小さい時に毎晩毎晩絵本を読んで、読み聞かせて、はい、行ったりなんかしたので、はいはいはい、確かに一人の人が育つのに絵本の世界ってすごく大事なんだななんていう自分でも実感があるんですけども、はい、なぜ絵本なのか、まあ、その絵本の素晴らしさということも含めて教えていただきたいと思います。はいはい、確かに児童文化財の中にはおもちゃだとか、はい、紙芝居だとか、うん、童話だとか、はい、わらべ歌だとか、うん、いろいろありますけれども、はい、やはり絵本というのは読み手にとっても割と手に取りやすいというか、はい、そういうことがあって、また学生さんにとっては、はい、実習に出た時に必ず、うん、絵本だとか紙芝居は読まなければいけないっていう、はい、そういうノルマがあったりすることが多いので、はい、まあ、その指導のために授業の中で使わせていただいたということが多いんですね。はいはい、ただ例えば、私もそうなんですけれども、うん、70歳を超えた知人が自分の子育ての中で、うん、絵本を読む時ほど、はい、親にとっても子どもにとっても気持ちの安らぐ時はなかったっていうふうな感想を述べられているんですけれども、はい、やっぱりその絵本っていうのはどうしても子どもまだ字が読めないということもありますし、はい、うん、大人にとっても字と絵を両方見るっていうのはとても大変なことなんですね。うん、そうですよね。はい、ですから読み語りというのは絶対に必要なもので、うん、その読み語りを通して読む人の愛情が流れて子どもに伝わっていくっていうか、そういうことが確かにあると思いますし、はい、またそれを子ども自身も感じて、はい、命の糧と、うん、することになるんじゃないかなと思うんですね。はい、ですから例えば小学校だとか中学校でもそうなんですけれども、うん、はい、ちょっと荒れてるクラスで、うん、毎日絵本を担任の先生が読み語りをしていたら、はい、そのクラスがとても落ち着いてきたっていうふうなね、うん、そういうふうな話も聞くんですね。はい、ですから絵本っていうのはその読み語ることでまた聞くことで、うん、両者が絵本のこう雰囲気を楽しむといいますか、うん、そういうことができる文化財じゃないかなと思います。なるほどね。はい、いや今高田先生のお話を伺っていて
あ、ふと思い出したのが、はい、やっぱりあの息子はそのすごいちっちゃい時なんですけども、絵本を読んでる時って、はい、こう隣に並んで座ってこうやって読んだりとか、まあ、あの顔と顔をこうやって合わせてこうやって読んだりとかしていて、あの同じ空間の中に確かにいたなっていうのをすごく思い出したんです。あの紙芝居もとても楽しくて素敵なもんだと思うんですけど、はい、確かに紙芝居っていうのはやはりあのあれですよね、お芝居のその、はい、絵の方が主人公になるので、はい、読み聞かせてあげる時もこうやって読む人は絵の後ろに隠れてしまうので、はい、並んで紙芝居することってできないですよね、確かにね、ああそういうことではやっぱり絵本独特の世界観っていうのがあるということですね。まあ、膝の上に乗せて、はい、あの読んであげることもできますし、はい、子供の側の方でもあちょっと先生に甘えたいなっていうふうに幼稚園などで、ね、思う時に、はい、絵本を持ってきて先生読んでって言って、そして膝の上にちょこんと乗って、そしてあの読んでもらうっていうふうな、そういうこともあるようなんですね。はい、なるほどね。ですからスキンシップもできる、はい、あのそういう良さもあるんじゃないかなと思います。絵とそれから物語が両者があの相まっての世界ですので、はい、その両者をまた読み手も、それから聞き手も楽しむことができますし、はい、あの想像力を豊かに働かせることもできるかなと思います。うんうん、なるほどね。うん、ああそうですね。はい、あの今はこうテレビとか、インターネットとかの、あの時代だと思うんですけれども、はい、まあ、どちらかというと何もしなくても、まあ、画面がポンと目に飛び込んできたりとか、まあ、小さいお子さんでも最近、スマートフォンのようなこう小さい、はい、携帯電話を持って、あのお父さんお母さんのその画面を見ながらもうくくっていくと、はい、何もしなくても画像の方が飛び込んでくるという、どちらかというとこう受け身な、はい、時代でもあるのかななんて思うんですけど、はい、そういうことに関しては、まあ、絵本と随分世界観が違うと思うんですけども、高原さんがこうこんな風に考えておられるということがあれば、はいはい、教えてください。北海道にの小樽にですね、はい、絵本児童文学研究センターというのがありまして、はい、そこの工藤先生の授業を私取らせていただいたことがあるんですけれども、はい、その先生が素敵な絵本に出会えたらという本を書かれているんですね、うん、はい、その中にかなり詳しくそういったあの流動刺激と子どもとか絵本とか、うん、はい、そういうことについて詳しく書かれているんですが、うん、はい、やはりどんどん画面が流れていくっていうのは、うん、今久米さんがおっしゃったように、はい、なんていうの、受動的なんですよね、うん、はい、でただ乳幼児の場合にはまだ視神経とそれから脳のつながりっていうのがしっかりしてないので、はい、どんどん画面が流れていくっていうのはあんまり良くないようなんですね。あ、なるほどね、はい、それから能動的な絵本の方がどちらかというと能動的ですよね、はい、この絵本読んでとか、うん、ここもう一回読んでとかっていうふうな、はい、そういうことがありますので、うん、そういう能動性を育てるとか、はい、あと前頭葉を活性化させる、はい、そういう大きな働きを絵本はしてくれるんじゃないかなと思うんですね。あとそうですね、はい、絵本は画面が動きませんので、はい、まあ、その子どもの、視神経にとってはいいのかもしれませんし、うん、また想像力っていう意味でも、はい、自分で能動的に想像を働かせることができますし、うん、はい、やっぱりどん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 流動刺激であるテレビとか、うん、そういう機器っていうのは進んでいって繰り返しが効かないですよね、はい、まあ、はい、もちろんもう一回撮っておいて、うん、録画しておいて聞くっていうことはできますけれども、はい、でも子どもにとってやはり久米さんのお子さんもそうだったと思うんですが、何度でももう一回っていう風に同じお話を、お母さんもう一回、お母さんもう一回って言われると、こちらの方が実は疲れてきちゃって、最後疲れて親が先に寝てしまうなんてことも実はあったりしたんですけど、じゃあどこのお子さんでもあることなんですね。とてもそれが大事で、やっぱりイメージを育てていくって言いますかね、その繰り返しの中で、久米さんのお子さんがお好きだったグリとグラですか、はい、なども
繰り返して読むことで絵が、はい、どういうふうになってるかっていうのを一回見たくらいでわからないんですよね。画家の大村百合子さん、はい、が描かれた絵も素敵ですけれども、はい、何度も繰り返して読むうちにイメージがはっきりしてくるし、あ、ここにイヤイヤ園の狼くんがいるよとか、ライオン緑の日曜日のライオンがいるよとかね、はい、繰り返していくうちにその絵本を味わうことができるようになるっていう、それもとても大事なことのようですね。なるほどね。で今は30年前に比べて、はい、いろいろなことが発達しているので、うん、子どもの言葉が豊かになっているんじゃないかっていうふうにね、思いますけれども、はい、30年前の4歳の子どもの語彙と、はい、現在の小学校1年生の語彙が同じぐらいの、はい、数らしいんですね、はい、つまりそれだけ子供言葉が、うん、乏しくなってるっていうか、うん、いっぱい覚えているテレビを見たりね、はい、いろいろいっぱい受け取っているようで実はそうでもない、はい、特に、うん、抽象的な言葉が入っていないっていうふうな、ね、はい、ことがあるようなんですね、はい、抽象的っていうのは目に見えない、ね、悲しいとか寂しいとか、うん、美味しいとかね、はい、そういう言葉が十分には入っていなくて、うん、ですから子供が遊ぶときに衝突が起こりやすいとかね、うん、はい、うん、そういうふうなこともあると聞きました。なるほど、はい、今本当に小さい時からインターネット、まあ、テレビはもちろん私もそうでしたけども、今インターネットとかビデオとか、まあ、そういうものに最初から囲まれて育っている方々がもうすでに成人をしている時代ですので、若い、まあ、日本人の大人の方たちもちょっとしたニュアンスで言葉をうまく伝えられない、はい、コミュニケーション不足になっていたりとか、まあ微妙なニュアンスをお互いにこう、うまく言い合えないなんてことが起こっているというのは、そういうことが原因だっていう、そうかもしれませんね。うん、私自身も言葉が足りない部分がありますので、あまり大きなことは言えないんですけれども、はいはい、でもやはり子どもをテレビで静かにさせるとか、うん、そういうふうなことよりも、はい、本当に本って手軽に持って、うん、どこへでも出かけることができますので、はい、電車の中とか、うん、病院の待合室とか、うん、そういうところでも読んで楽しい、お互いに楽しむっていうか、はい、そういうこともできるかなというふうに、うん、はい、思います。小さい時に、はい、絵本を、まあ、読み聞かせたり、そうやって絵本で育ったお子さんっていうのは、はい、意外と今本読む人少ないよとか、なんかこう、まあ、画像をカーッとめくって読んだ気になる方々の方が多いなんて言われる割には、意外と本屋さんで本買ってきたりとか、こう続きものの文庫本買ったりとかする人、子もいるのかなと思うんですけど、まあ、たまたま自分の息子もそんなに文学少年でも何でもないんですが、意外と図書館で本を借りてくるっていうことが、はい、中高時代もすごく多かったんですね。で、まあ、よく借りっぱなしで学校から電話があって、久米君早く返してくださいってことはあったんですけど、でも本を借りる、本を読みたいっていう大人になってからというか、大きくなってから本を読みたいなっていうふうに気にこうさせてくれるのも、もしかしたら小さい時に絵本っていうものを見ながらこう活字を追ったり、絵を追ったりしていたことがちょっとだけは役に立つのかななんて思うんですけど、そのあたりっていうのはこう読書につながる良さみたいなのもあるのかないのかちょっと教えていただければと思います。そうですね、全ての例では言えないんですけれども、やはり昔そういうふうに読んだ絵本をもう一回買い戻して、うん、はい、自分で読みたいとかね、うん、そういうふうなこともあるようですし、はい、また自分自身が読んでいるのではなくて耳から聞いてるわけですよね、うん、はい、それが残っていて、そして文字につながっていくっていうか、はい、そういうこともあるかなというふうに思います、うん、はいはい、やっぱり、ね、お母さん読み聞かせないより一緒に読んだ方がきっといいですよね、そうですね、はい、ご本はですね、40冊の絵本が8つのジャンルに分けて紹介されて、はい、いるということなんですけども、はい、まあ、各絵本にこう対象年齢
ていう、はい、あの絵本屋さん行っても対象年齢って表紙に書いてあったりするところもありますけども、まあ、対象年齢も記されてあのいますよね。で選び抜かれたこの40冊というのでまだまだあの高原さんの中でこれも紹介したいあれもってたくさんあったんじゃないかと思うんですけども、まず、まあ、どんなことをめどにこの40冊が選ばれたのかということとか、あとこのガイドをどんなふうにこう利用したらいいのかということも教えてください。はいはい、あのこの8つの柱というのは、はい、あの思いやりの心を育むとか助けての存在に気づかせるとか、うん、はい、誰かを大切にする心を育むとか、はい、心のゆとりを育む、うん、その人らしさが大切にされるとか、子どもと一緒に楽しく遊べる、はい、家族の温かさを感じるとか、うん、死について一緒に考えるっていうふうな、うん、はい、あのことで、その母体となっているのは連載でしたけれども、はい、やはり、まあ、それをこう分けてあの言っているうちに、はい、あのだいたいこれがあの分けられるかなっていうふうなことと、うん、はい、あともう一つは死について一緒に考えるっていうのは、うん、もう絶対にあのグリフワークとして、はい、あの絵本が使いやすいですので、うんうんうん、あの使えるかなということで、はい、あのまあ、それぞれ5冊ずつですので、うん、まあ、ちょうどいいくらいの割合かなというふうにして、うん、はい、あの分けさせていただきました。はい、はい、なるほど。あのなかなか、ね、今核家族の時代で、あの昔だとおじいちゃまとかおばあちゃまとかあのお近くの親戚のご高齢の方が亡くなったとかっていうことで、死っていうのがやっぱり私たちの人生の先に必ず来るものっていう、あのことが、まあ、私の世代なんかはあったんですけども、確かによく聞くのは今の、まあ、若い方というかお子さんっていうのはあの、まあ、人が亡くなるとか、亡くなった方とか、まあ、ご葬儀とか、あまり機会がなくて、触れる機会も、あのないという、はい、あのお子さんがたくさんいらっしゃるというふうに聞いて、あ、ね、あちょっと怖いなとも思ったんですけども、あの絵本から学べるその、まあ、死というか、はい、人の一生というのはあるわけなんですね。そうですね。ただ大勢の子どもたちにあのその死に関する絵本を一斉に読むっていうのはちょっと危険なところがあるかなと思うんですけれども、はい、あのペットの死とかね、うん、そういうふうなあのずっとずっと大好きだよっていうふうな本を、はい、あのこの、絵本の泉の中でも紹介させていただきましたけれども、うん、はい、ペットの死などを通して、うん、あのやはり限りがあるんだなっていうふうなことを知ったり、うん、っていうふうなことはあるかなと思うんですね。うんうん、やっぱりあとはあのできるだけあのそういうご葬儀とか、うん、そういうところに一緒に連れて行って、うん、あの周りの人が悲しんでいるのを見てあの自分もその死を悼むっていうか、うん、はい、あのそういうことが必要になるかなと思いますね。うん、そうですね。はい、なんかこう神様からいただいた命が、はい、あの本当に限りある地上では限りある命で、その命を本当に一つ一つを慈しんでこう尊ぶっていうことが、はい、なかなかあの学校でも学べないし、お父さんお母さんと一緒にいてもなかなかどうやって伝えていいのかわからないということもたくさんある中で、はい、じゃあ絵本はとてもいい、まあ、教材というと言葉が硬いですけども、まあ、いいあの導きをしてくれるものでもあるということですね。はい、あの絵本はまあ子どもたちだけじゃなくて大人の方も大好きで、私今でも読みますという方もたくさんいらっしゃると思いますし、あとあのご年配の方でなんか懐かしくなっちゃってまた読んじゃったみたいなあのお話もよくあると思うんですけども、まあ例えば高原さんがこんなお話を聞いたっていう面白いエピソードなどがありましたら、はい、絵本について、はい、教えてください。私自身はどこかの施設に行ってあの読み語りをさせていただくとかっていうふうなことはないんですけれども、はい、あの割と近く の友人知人ですね、はい、に絵本を一緒に読むっていうふうなことはあのありました。はい、それは、まあ、あのうちでも数年前からあの地域猫のお世話を、うん、あのさせていただいてるんですが、はい、やはりそうしたあの地域猫の世話をしている70代の方だったんですけれども、うん、あの廃屋に猫が落ちてしまったので何とかその猫を助けてほしいっていう、うん、あの外部からの要請があって、あったんですけども、いろいろ手を尽くしても結局助からなかったんですよね。はい、そうしましたらその方すごく嘆き悲しんで、もう本当に、うん、あのいつも涙に暮れるっていう風な感じになってしまったので、うん、はい、あの猫のしじみという絵本を持って伺ったんですね。はい、それはあの、まああの
なんて言うんでしょうか、ネタバレになってしまうかもしれませんけれども、うん、あの料理研究家の平野レミさんのお宅の猫ちゃんの、はい、お話なんですね、うん、はい、ですからとてもなんて言うんでしょうか、あのおしゃれで、うん、そしてあのユーモアがあって、うん、そして日常生活をあの猫の目線であの読み解いていくっていうか、はいはい、あの語っている、うん、あの絵本だったんです、はい、でそれを一緒に読んでいるうちにあの、まあ、最初は泣き出したんですけれども、うん、猫の絵本ですので、はい、でも最後まで読んだ時に、うん、あの私はこれからもたくさんの猫のお世話をしていかなきゃならないし、うん、あのこういうふうにあの毎日ね何気ないあの幸せっていうか、うん、そういうものがあるのねっていうふうに言われて、はいはい、なんかちょっと晴れ晴れとしたあのことがあったんですね、はい、ですからお年寄りの場合には本当にお一人お一人皆さん愛系も歴史もありますので、うん、はい、こういう本だったら喜ぶんじゃないかということ、うん、でも意外と外れていたり、はい、あのバカにこんな子供騙しのものを読んでね、うん、バカにするなっていう、うん、そういう感覚をお持ちの方もいらっしゃるかもしれないですね、はいはい、ですから最初読む時はやっぱり、はい、あの気をつけなきゃならないかもしれませんけど、うん、はい、そのうちにもうそれを楽しみに待っててくださるっていう風なお話をよく聞くんですね、はい、ですから、まあ、あの、あまり深刻にならないような、うん、あの落語の絵本だとか、はい、あと昔話の絵本だとか、うん、まあ、そういう風なあのところから始めると、はい、あの入りやすいかなという風に、うん、はい、思います。なるほど、じゃあちょっと作品選びは、あの少しだけこう考えて、はい、まあ、できるだけいい作品を最初に、あのお渡しすると、はい、絵本のファンになられる方もね、たくさんいらっしゃるかもし、ね、れないということですよ ね、 そうですね、はい、あの読み語りをすでにされているあのお母さんやあの保育者の方々もたくさんあのこの番組見てくださっていると思うんですけれども、これからあの読み語りを してみようかなと思っておられるお母様もいらっしゃると思いますし、あとあの今介護のお仕事をされている方々も、あの大人の方々にでも何かいい作品だからあの読んでみたいと読んで差し上げたいと思っている方々もたくさんいらっしゃるようなんですけども、あのそういう方々に何か高原さんからあのアドバイスがあればお願いします。そうですね、はい、あの、まあ、40冊の絵本ということであのこの中には選ばせていただきましたけれども、はい、あのそれぞれ、まあ、好みもあると思いますし、誰を対象に読むかっていうことでまた違ってくると思うんですね、うん、はい、ですから、まあ、子どもの場合にはまず本を買わないで、うん、図書館に行ってみてこれはどうかなって試してみると、うん、はい、あの無駄にならないで、はい、あのいいかなと思います、はい、子どもの好きな絵本っていうのをやはり第一に、うん、あの読んであげる必要があるかなと思いますし、はい、また絵本っていうのは表表紙から裏表紙までが一つの世界になってますね、はい、ですからどのページも字が書いてなくても、うん、はい、絵だけでもゆっくりあの見せてあげることと、はい、特に最後の裏表紙に、はい、その絵本のなんていうの中に書ききれなかったものを絵で描いてるとか、ね、そういうふうなことがありますので、はい、裏表紙は特に丁寧にあの見せてあげるといいかなと思います。そうだったんですね、はい、なんかあの本を買ってくるとすぐ開いてしまって、すぐお話が始まったところからこうあの読むことが多かったように 思うんですけども、あの表紙表表紙ももちろんですけど、はい、裏の表紙までのが一つの作品ということなんですね。なるほどね。その、主人公たちの未来を裏表紙で書いていたりとか、はい、そういうことがありますね。なるほどね、これはね多分あの番組をご覧の皆さんもすごい新しい発見ではなかったかと、ね、思います。ああじゃあ裏表紙から先の、ね、主人公さんどうなったんだろうねなんていうことを、お子様とこう語りながらあのこう、ね、夜が更けていくんだってとても素敵な、ね、ことですよね。あなるほど、はい、あのたくさん伺ったんですけど次のご質問が最後のご質問なんですけども、はい、高原さん あの今後のビジョンを教えてください。はい、私は実は今脳腫瘍を患ってまして、 あまり大きなことはできないんですね。ただ先ほども申し上げたように、はい、地域猫の世話をしているものですから、うん、その3匹の猫のお話を書けたらいいなというふうに
ぜひぜひ、はいはい、またあの3匹の猫の新しい作品ができた折にはこの本の旅にぜひ遊びにいらしてください。ありがとうございます。今日本当に貴重なお話をたくさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは私たちはこれから、高原さんの生の声で朗読をしていただきまして本の旅を楽しみたいと思います。どんぐりの木作絵亀岡明子。何ができてもできなくてもありのままのあなたが好き。クリスチャン作家亀岡明子氏の絵本です。どんぐりの木とリストの友情を通してぬくもりに満ちた価値観が語られます。ある原っぱに若いどんぐりの木がありました。初めて実をつけたので誰かがどんぐりを食べに来てくれることを心待ちにしていました。ところがまだ青い実だと知らずに食べたリスが、うわぁ、ペッペ、まずくて食べられないよと悪評を立てたので森の動物たちが口々に、苦くて硬いどんぐりやい、煮ても焼いても食べられんとからかいました。するとどんぐりの木は、僕のどんぐりはまずいんだとだんだん自信を失い、とうとう実をつけなくなってしまったのです。それから数年後、一匹のリスが、まあ立派などんぐりの木とその木に住み着きました。しかしどんぐりの木は、いずれ君も出ていくんだ、だって僕はどんぐりをつけないからねと帰って心を痛めました。するとリスは笑って答えたのです。どんぐりをつけようがつけまいが、私はあんたが好きなのよ。こうした人の存在価値に対する絶対的肯定の価値観を知らない人は大勢いると思います。私もその一人でした。キリスト教保育の幼稚園以降、聖書に触れる機会がなく、自分の存在価値を肯定できないまま高校3年の時に生きる気力を失いました。当時父は全盛期の大学受験予備校の教員でした。しかも大学のランクで人のすべてを判断する価値観を持っていましたので、私の受験に関しても国立大学でなければダメだと脅しの姿勢で臨みました。何より残念だったのは、父の価値観を私自身が取り込んで自分を責め、どんどん自信を失っていったことです。そんな状況に窒息しかけた時、祖母に言われました。死んじゃダメよ。あなたが親の重荷を背負うことなんてない。あなたは大事な子供なんだから、あなたの人生をあなたらしく生きていいのよと。そして祖母と一緒に通った幼稚園の卒園時にいただいた聖書を私に渡してくれました。その後、祖母の渡してくれた聖書の、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、旧約聖書イザヤ書43章4節という聖句から、神様はどんな時も私を愛し味方になってくださっていることを知り安心しました。私は私のままでいい、どんな私にも生きる価値があると元気が湧き、私以上に私の心の中をご存知で、私に命を与えてくださっている天の父に感謝しました。さて、どんぐりの木はどうなったでしょうか。この絵本を読んで、人はみんな何ができてもできなくても存在そのものに価値があること、ありのままの自分を肯定できてこそ希望が湧くことに気づけるのは幸いだと思います。今週のブックスケッチです。
もうですね、あっという間の今日も30分で、本当にかけがえのない、あの本当に貴重なあのお話をたくさん伺いました。特に気づかされたのは、やっぱり絵本は児童文学とも違うし、あともちろん紙芝居とも違うし、ただこう絵をめくってるだけでもないし、ただ字をあのこう綴っていくだけでもないっていう、何かその絵とそれから文字が作り出すなんか相乗効果といったらいいのか、それがこう立ち上ってくるような、こう 3D になってくるような、そういう世界が あるのかなって思ったんです。あの飛び出す絵本なんていうのもありますけど、あの決して飛び出さなくっても、私たち あの読み手のあのお母さんなりお父さんなりと聞いている、お子さんなり、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんかもしれませんけども、聞いている方と読み手の中で両方とも絵本が飛び出てくるような、そういう瞬間があって、とても不思議なもんだなと思いました。絵本っていうのは表紙だけではなくて、そしてあの裏表紙からその先までが続いているということも今日初めて伺いました。終わってしまうとパタリと閉じてしまうことが多かったんですけども、これからもう一度絵本を読み直して、裏表紙もしっかり見ていきたいなと思っています。主人公の人がこれから先どういうふうに生きていくのかとか、ストーリーがどんなふうにこう転がっていくのかっていうのも、裏表紙に秘密があるということもね、今日教えていただきました。ぜひ皆さん、絵本があるという方はぜひ表と裏と両方ともチェックしてね、見てください。ぜひこの5本、絵本の友人にプレゼントにもとても素敵な5本だと思いますので、皆さんも読んでみてください。それではまた次回、本の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。